はい、こんにちは、平野です。今回はですね、質の高い情報の集め方というご質問をいただいてますので、これに答えていきたいと思います。はい、まあ一応副題というか、補足でですね、相手にメリットを与える以外に何かありますかっていうふうなことなんですけども、これはですね、まあ知らない方がおられると思いますので説明しますけども、質の高い情報を集めるためには、質の高い人みたいなものにですね、まあそういった方にですね、自分ができるメリ、自分が提供できるものをお与えして、相手にメリットを感じていただくということで、仲良くなることで、仲良くなってですね、質の高い情報がもたらされますよっていうお話を以前に、したかと思うんですね。まあ、私がしたかどうかちょっと忘れてしまいましたけども、まあそれは確かに有効だと思いますね。誰かに自分ができることで、相手ができないことで、ちゃんと貢献をしてですね、メリットを与えることで逆にメリットをもらえると。要は質の高い情報をもらえるということは、まあ偏方性の原理なんていうふうに言ったりもしますけども、そういったことはあります。ですので、これはまず一つ考えおいて、知っておいてほしいなと思うんですね。まあそれ以外にという部分でお話をしていこうかなと思うと、結構ね、私はあまりこう質の高い情報っていうものはね、ないというふうに最初から考えてまして、まあよく考えてほしいんですけども、質の高い情報っていうのは、まあどういうものを指すのか、ビジネスにおいてなのか、健康においてなのか、幸せというテーマについてなのか、いろいろ定義が変わってくると思いますけども、基本的には時代とともに変わっていくものだと思うんですよね。まあつまり、質が高い情報っていうのは、10年前と今とでは変わっているはずなんですよ。ということは、質の高い情報を追い求めるということ自体がもうナンセンスというか、意味がない行動じゃないかななんて思ったりします。まあ、そこで私がいつも考えていることはこの3つですね。まあ、1番目、質の高い情報っていうのは、変化していくもの、変わっていくものだっていう前提においてですね、まず使うっていうことが必要だと思うんですよ。まあ、要は質の高い情報に転換させるためには、使った時にそう思うということですね。まあ、よくある話ですけども、本で書かれていること、例えばビジネスの分野で言えば、本で書かれているノウハウと、10万円のセミナーで話されているノウハウは同じだったりするんですよ。ですけども、お金を払うことによってその価値が変わるわけですよね。で、使うっていう視点で見ると、本を買うっていうのはすごく日常的で、あまりこう、なんていうんですかね、変化をもたらさない行動だったりしますけども、セミナーに行くっていうのは、時間と場所を制約されて、その場所に足をですね、運んで、何かわからない、こう、普段味合わないような緊張感の中で、椅子に座ってですね、人の話を聞くということだと思うんですけども、そのね、環境が変わるじゃないですか。得る方法が変わる。情報を得る、方法が変わるわけですよね。まあこれは僕の場合は使うっていうふうに、まあ、当てはまるんじゃないかななんて思いますけども、要は、今までと違った使い方をするとか、今までと違った情報収集の仕方、情報吸収をするみたいなところに、情報がね、高まる。情報の価値が高まったり、高くなくなったりということがあるんじゃないかなと思います。はい。まあなので、質の高い情報っていうのは、もうとにかくね、使うっていうことをすれば、どんどん価値が高まっていくと思うんですね。まあ、もう少し具体的に言いましょうか。そうですね。例えば、じゃあ、不用品販売なんていうことが結構インターネットではできるわけですけども、今ね、不用品販売、家にある、使わなくなったものを、ヤフーオークションや、スマートフォンアプリのメルカリっていうところで販売することで、容易にですね、人に商品や、まあサービスみたいなものを、販売してお金を得ることってできるわけですけども、これを知っているということと、実際にやるっていうのは全然違うわけですよね。まあ知ってるからできるわけですけども、やるということと知ってるってことにはものすごい差があるわけですよ。で、やった人は、例えば1万円でも2万円でも3万円でもいいですけども、お金を得ることができるわけですよね。そうすると、その情報を教えてくれた人に、すごい質の高い情報をくれてありがとうってことになるわけじゃないですか。でも、何もしなかった人は、あ、それ知ってるし、まあ、やれば儲かるのはわかるけど、まあいいや、そういうのは俺興味ない、みたいな感じで、やらなければ何の結果も生まれないわけですよね。何の変化も生まれないわけですよ。つまり、その情報っていうのは、使うっていうことを前提に考えれば、すべての情報は価値をどんどん高めていけるということなんですね。もう私なんてもう本当に本はそういう感覚で買ってますね。本を読むというよりは本を使うっていう感じですよ。
本に書かれていることをこう 読んでいるとですね、いつも困るんです。アイデアがどんどん出てきて、あ、これこういう風にしたらもっと人に伝わるんじゃないかなとか、こことこれ組み合わせたら面白いんじゃないかなとか、もうメモがね忙しくなりすぎて本読んでられなくなるんですね。まあ、なので使うっていう視点で情報に触れていただくと、その情報の価値というか質をね、どん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 自分で高めていくことができると思いますので、まあ、こういう思考もちょっとね持っていただければいいんじゃないかなと思います。そして2番目、人に教えることで質が高まる。まあ、質が深まるっていう言い方でもいいかもしれませんね。まあ、これはね、よく、どこかで聞いたことがあるかもしれません。一番の、インプットって、まあ、要は情報を学ぶときに、一番いい方法というのは人に教えることですよ、みたいなことがあると思うんですよ。まあ、例えば、書くのがいいんですか、読み上げるのがいいんですか、自分で実践するのがいいんですか、人に教えるのがいいんですかって言ったときに、人に教えるっていうレベルが一番自分のインプット、情報吸収が高まるんですね。まあ、なので、質の高い情報の集め方とはちょっと話がずれるかもしれませんけども、何か情報を得たらすぐに人に教えると。そうすることでその情報が深く自分の中に入ってきて、結果行動に変わって、質が高まっていくということもあると思いますので、まあ、何かね、新しい情報を知ったらすぐに人に教えるということをしていただくのがいいんじゃないかなって思ったりします。で、私の場合はもうね、こういう面白い情報とかすごいなっていう情報はすぐにこう人に教えたくなっちゃうので、教えることがね僕の中ではインプットなんですよね、うん、なので、なんでしょうね、自分の実体験からも人に教えるっていうことがその情報をね自分の中にこう蓄積していく一番価値のある行動なんじゃないかなっていうことを感じてたりしますね。はい。そして3番目、全ての人は自分よりも何かが優れているっていう、まあ、思考なんですけども、これはね、よくよく考えればそうだと思うんですよ。私もまあ仕事柄いろんな人に会いますし、それこそすごい何億って稼いでる人にも会えば、まだまだこれから起業の、準備をしていて、これからビジネスやるんですよって方にも会いますし、それこそ実店舗経営されてる方もいるし、社員を何十人も抱えてる方もいますし、一人でやってる方もいるし、ネットだけでやってる人もいるし、ネット使わない人もいますし、もう本当いろんな人に会うわけですけども、いつも思うことは、すごいなって思うんですよ。いつもね、その人たちのことを見て、すごいなって思うんですよね。いや、自分にはちょっとできないなとか、自分にはやったことないなとか、そんな覚悟持てないなとか、なんでそんなこと知ってるんですかみたいなことが、いつもあるんですね。まあ、なので、質の高い情報っていうのは、まあ、基本的にはね、自分が知らないことだと思うんですよ。そして、その人がもうそれを何か形にされてるんであれば、その情報ってすごい価値があるじゃないですか。だって自分では、知ってたとしても形にすることができていない。でもその方は形にすることができているとしたら、まあ、形にするっていうのはお金を生み出しているということだけじゃなくて、誰かに喜ばれているということもそうだと思いますけども、それができている人っていうのはもう自分より優れてますよね、絶対。まあ、全ての分野において優れているとは言わないですけども、その部分に関しては絶対に自分より優れてたりするわけですよ。ってことはその人の発信する情報は自分にとって価値が高いっていうことになるわけですよね。ってことはもう全ての人は先生だと言っても過言じゃないわけですけども、そういったまあ思考になっていると、そこら中の情報はね質が高いんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい。なので、質の高い情報を探すとか集めるっていうんじゃなくて、もう、捉え方を変える、思考を変える、視点を変えるっていうことで、情報の質を高めることができますよっていう、まあ、そういったお話としても伝わればいいんじゃないかななんて思いました。はい。まあ、ということでですね、今回この動画を、まあ、初めてご覧になられた方は、ぜひですね、私の情報に触れてほしいなと思うんですけども、この動画の下の説明欄、もしくは、まあ、リンクがですね、どこかにあると思いますので、そちらの方から私の情報に触れてみてほしいなと思います。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。